皆さん月が綺麗ですね。こんにちは、土中です。さあ、ポケモンスカーレット続きやっていきましょう。行き先はこっち側ですかね。のしと対決する感じでございます。それでは行きましょう。ビューンと、あら、ロトロトロト、なんだよう、土の子、この岩山のどっかに大空太空の主がいるらしい。じっくり探そうにも山からでっけえ岩が転がってきて危ないちゃんなんだ。岩に当たると勢いで吹っ飛ばされちまうけど、あいつにライドすれば踏ん張れるぜ。へえ、ここから、え、どこ行ったらいいんだ。なんだこれなんかおたまじゃくしみたいなの、なんですか、スピーカー。ほっぺスリスリしてビリビリにして、あー電気タイプか。相手うわすごっめ、え、待って、めちゃめちゃ黒い球が飛んでくる。何これ、めっちゃ投げてない、上から。なんだあれ、何のポケモンだあれは。おお、やばい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 、当たったらどうなるんだろう。当たってみる、いってーいって、急げ急げ急げ、おーおーおおお、すごいすごいすごい、到着したぜ。なんだこれ、な、何加えてんの、前掛けを加えてる感じ、ストーク、え、落とし鳥、踊り鳥みたいな、落とし鳥、あ、なるほど、ここのあのお腹のビロビロ使ってあの岩を運んで落としてたってことね。なるほど。さあ、これは飛行だから電気は抜群のはず。じゃあテラスタル電気ショック行こうか。行くぜ、行こう、自己中ともに、パコーン、ひらめいたかわいいね、ひらめいた。さあ電気ショックでしびれさせたいけど、あ、おーしゃしゃしゃ、いいぞ、今当たんねえから電気ショック、パチーン、オッケー、いいぞ、突っ張りも、おー痛いね、だいぶ痛いっすね。電気ショックビリビリなんないかな、バーン、よし、パリパリパリ、あー、パリパリしたらね、麻痺したらいいんだけど、おお、先生の爪が効いたぞ、よし、で勝ちましたね。てい、え、嘘あれ、どうして、あ、なるほど、逃げるからか。何してんの、出た、つついちゃった、でスパイス食べるんだ、食べるんでしょすっげえ冷静に食ってる。お、ようやく来たな、主にたどり着いたんだな。あいつが対空の主、岩を落としてたの主だったのかよ。土の子へ引きつけてくれたから岩なく安全に来れたぜ。秘伝の食事パワーで強くなってるみたいだ。気張っていくぞ、気張っといっちゃうね。ちょっと回復したいんだけどなあの回復待ってもらえない、あー無理だった無理だったな。テラスタル電気ショックでもう一回、岩落とす危ねえやつはしょっぱい敗北、召し上がれだ。相手キノコ持ってんじゃん、ちょっと回復したかったけど回復する余裕がありませんでした、勝手に進んじゃった。もう一回行こう、ピッカリーン、僕の方にやってくるかな、おーし、岩は来た、えあれおかしいなあれ、岩、あ、
地面、あ、そっか、地面、岩、岩木くんだっけ、電気って岩木っけ、打ち落とした、頑張れ。さあ僕は戦えなくなっちゃってるから、うーん、ちょっとなかなか、シナモッチ行こうか、シナモッチ、じゃれつくあるから、行けシナモッチ、じゃれつけ。ロートシは小地をね、バチバチバチー、いいぞ、小地を打ち落とす、チャレつく、よーし、僕の方に来なかったですね、これは勝ったでしょう、さすがに、じゃれついて終わりだ、やったね、すごいでかい主ポケモンだね、ちっちゃくなっちゃったすげえちっちゃくなった、やったねなんか絵の字口だけど、自己中ごめん、鉄壁、よし覚えさせよう、ふう、倒したね。うし、土の子、お疲れちゃんだぜ。これでもう危ない岩は落ちてこなくなるんじゃねえか？行ってみようぜ、スパイスの方へ。あいつが食ってた秘伝スパイスはこの中にあるはずだ。戻ってこないうちにちゃっちゃか調査しようぜ。わかった。前と同じなら今回ももしかして？ん？ねえねえ、目の前にあるんでしょ？お、いや、左右見る必要ゼロでしょ、ほらもう明らかに光っとるやん、よし、本当にあった、間違いなくスパイスだぜ、苦スパイス、あら苦い方か、ちょっと苦手ですね、苦いのは、ありがとうよ土の子、本によると血行促進、血の巡りを良くする、体をポカポカ温めて免疫効果もアップとのことだ、うん、こいつも料理して食べさせてでりゃ、よし飯だ飯、ずりゃー、お待ちどうさん、俺特製気まぐれスパイスたっぷりサンドだ、感謝の気持ちの主バッジも添えてな、主バッジゲット、イエイ、対空の主クリアなんか苦そうめっちゃんこ苦そう、うんうんうん、うまいな、ちょっと苦いけど、あげす、お、またかよ、すんすん、コライドにサンドイッチあげない、シューンかわいいね、ちょっとやっぱりあげようか、もうあげるしかないんでしょこれお礼でも言ってるつもりか、余分に作っといて正解だったぜ、頑張って手伝ってくれてる土の子のためなんだからな、絶対にコライドンのためじゃないぞ、はい、ガチガチガチ、バウこの食らってる感がいいね、波乗り覚えた、お、なんかまた成長したか、あぎゃ、やっぱり秘伝のスパイスの効果ってば絶大だな、そうでなくちゃ困るけどよ、すんすん、また食べちゃうの、あぎゃ、ん、触るな、お前のじゃない、あぎゃ、どうしたの、すまん、大声出して、土の子にはちゃんと話しとくべきかもな、何があったんだ、出てこい、出てこいって自分から自分で出してんじゃん、こいつはマフィーティフ、俺の相棒さ、お、なんかだいぶお年寄りですかね、あぎゃ、あら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 、目が、え、目がどうなっちゃってる、目が毛になってる、さ、元気になるサンドイッチだぞ、ほらゆっくり食べろよ、少しずつでいい、ゆっくりゆっくり噛むんだぞ、美味しいのかな、苦くない、
こいつしばらく前にちょっと大怪我しちまってさ、それ以来ずっと具合悪くて。ポケモンセンターは？普通の怪我や病気じゃないんだと。俺にとって大事なのはこいつマフィティフだけなんだ。どんなことをしてでも絶対治してやるって。ネットや本で治療法をたくさん調べて、あらかた試してきた。どれもあんま効果なくて諦めかけた。そんな時、秘伝スパイスの存在にたどり着いたってわけだ。よく、その本は？母ちゃんの研究室で見つけたんだ。秘伝スパイス、エリアゼロにて食べればたちまち元気になる不思議な植物を発見し、秘伝スパイスと名付けた。持ち帰りパルデアの各地で育てようとしたが、育成途中のスパイスを少尉のポケモンが食べてしまい強大に成長した。これを主ポケモンと呼ぶ。あら、え、下イーブイじゃん。へえ、巨大になっちゃった。え、深丸が？本当に深丸がなんかめちゃめちゃ背がでかくなってるね。嘘みたいな話ばっか書いてある誰も信じないオカルト本さ。けど俺は本当だと思ってる。いや、実際本当じゃんね。この本によれば秘伝スパイスを5つ全部食うとどんな怪我も病気も治るらしい。実際前のスパイス食べたら冷え切ったマフィティフの手足がちょっと温かくなったんだぜ。今回も変わったかな。食べ終わったか？お、どうだ。あ、でも目が開いたね。お前これって目見えてんのか？やったやったぞ。ずっと目も開けなくて俺すげえ心配しさ。よかった、本当によかった。ペロ、目がつぶらすぎて開いてるのかわかんねえや。スパイスの力ってすげえ、やっぱり本物だよ。俺絶対にマフィティフを昔みたいに元気な姿にしてやるんだ。そういうわけだからさ、スパイス探しは残り3つ、一緒に頑張ろうな。あげあげ。波乗りが使えるようになったということは、 なんか行ける場所が増えてるのかな。ラタラタラタ。はあ、ハロー、つつどこ、こちらオーリム。コライドがまた一つ本来の力を取り戻したようだな。ライド状態であれば水上で波乗り移動も可能になったようだ。水の上を移動できるようになりました。 B ボタンでジャンプができますよ。引き続きコライドンよろしく頼んだよ。 OK。 さあ、じゃあちょっとどこ行くかだけチェックしましょうか。もしここにしましょうか。次、水タイプの使い手、勝負に慣れてきた人向け。大丈夫かな。ジムテストは難しめ。料理人カラフジム、こちらの方にちょっともじゃあ向かってみましょうか。水タイプは一応ね、ニャオハが、草タイプなんで、相性はいいはずなんでね。ここちょっと行ってみましょう。えい、波乗りできるのかな。本当にちょっと波乗りを見てみよう。バーン、ガチャ。どう？あ、本当だ、なんかすごい速くなってる。ここもなんかあるぞ。エアカッター、いいですね。ぴょーん、へえ、よっしゃ。ねえ、ちょっと待って、これが登れないのやばくない？今登ってたやん。よし、すごい、おら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 。倒れて戻ってきた。おい、ちょっと待って、自己中、嘘だろ。倒れて戻ってきたってマジかよ。チルッと図鑑登録しときましょう。オッケー。まばたのような翼の手入れは絶対に欠かさない。汚れると水浴びをしてきれいに洗うのです。チルッとゲットです。ここ悪組のアジトがあるな。
ロトロトロト。ん？なんだ？カシオペアだ。スター団のアジトが近いな。ここまで来たということは協力してくれるということかな。そうです、仕方がない悪タイプがあるらしいけど。ありがとう。これであなたも同志、スターダスト大作戦を決行するメンバーだ。ちょっと待ってくれ。え、誰だ。なあ、その話俺にもかませてくれないか。誰だ、誰これ。俺はネルケ。いつから聞いていた。おいおい、警戒すんなって。俺はこいつの連れだ。だよな、ツチノコ。違います。変な人に話しかけられてもついていくなってお母さんが。相変わらずシャイなやつだな。スター団を相手にするんだ。これは遊びではないのだが。分かってるさ、俺も団とはいろいろあるんだ。自分で言うのもなんだが、いい仕事するぜ。今はニャースの手も借りたい。あなたも同志として迎えよう。嘘でしょ。スパイだったらどうすんの。決まりだな。カシオペアさんだっけが、あんたは何者なんだ。私カシオペアはスター団の元関係者とだけ言っておく。そうか、詳しくは聞かないでおくぜ。それでは早速スターダスト大作戦の説明だ。具体的に何をするんだ。平たく言ってしまえば、スター団のアジトへ乗り込み、チームをまとめるボスたちを倒してその座から下ろす。引退させるってことか。ああ、スター団は5つのチームがあり、それぞれがアジトを持っている。近くにゲートが見えるはずだ。おわ、すご。あれだな、その先はスター団のアジト、奥にはターゲットであるチームのボスがいるはずだ。なるほど。スター団には掟がある。ボスは売られた喧嘩は必ず買わなければならない。そして買った喧嘩で負ければボスを引退しなければならない。先ほど各アジトにツチノコの名前で先生フォーエ。ちょっと待て勝手に何してんねん。つまり私たちはスター団に喧嘩を売ったんだ。ボスを倒せばそいつはボスを辞めると。ボスがいなくなったチームは統率を失い自然消滅するだろう。ただし問題もある。アジトの中は広く、侵入者を阻むポケモンがうようよしている。ボスの元へたどり着くには並のトレーナーでは難しい。だからこそ土の子と手を組ませてもらった。アジト内のポケモンを倒しボスを引きずり出してくれ。わかりました。まずはアジトに入らねばな。ゲートの前を見張りを片付けてくれ。あんたはどうするんだ。先ほど言ったように私は団の元関係者だ。表立って行動ができない。遠くからサポートさせてほしい。俺に何かできることは。すまないが、まだあなたを完全に信用はできていない。アジト周辺の監視とツチノコのサポートを頼もう。慎重派は嫌いじゃないぜ。作戦が進んだら連絡する。それでは検討を祈っている。さてと、頑張ってくれよツチノコ。校長ですか、まさか。え、校長。おっと、俺の正体についてはお口にジッパーで頼むぜ。大馬の俺はネルケ。そういうことにしといてくれ。っていうことは校長じゃないのか。校長じゃん校長じゃねえか。え、ここ、あれ、もしかしてここを通らないと下のところには行けない感じですかね。ああ、なるほど、こっちに曲がっていっちゃったのか、僕ここのあれを。なるほど。でここに入って、どんぐらい強さなんだろう、ちょっと行ってみるか。ボコボコにされちゃったりして。はいはい、ストップ。この先僕たちスター団悪組、通称チームセギンのアジトです。不法侵入とか勘弁欲しいってわけ。ごめんね、帰ってくれないなら追い返さないといけないんだよ。もしかしたらだけど、あんたツチノコ、スター団に喧嘩売って指名手配中なやつだったり。違います指名手配中のやつほど違うって言うからね。あんたが何者でも変えんな。さもなくば私に負けていきなよ。勝ちます。あー、生意気、踏みにじって思い知らせてやる。こうやって入れるようになるのかな。スター団スタッパね。オッケー。闇からすか。
よし行け自己中。悪飛行かな。よし電気ショックだ。うわなかなか強いぞこれ相手相手うわ強っ。ちょっと待って待って待って、あレベル19か、同じか。でもよしこれでちょっとダメージを与えて、なかなか圧倒的に勝てないと結構厳しいような気がするな。うむ、じゃれつくがなかなか使えるけど他がちょっとな、全部俺のがちょっとヤバすぎるな。じゃれつく、わあ結構食らうね。よし、なかなか強いですね。あー強くてさらに生意気、悔しい。あとは先輩よろしく。じゃあお疲れ様でした。その格好ちょっといいですね。まったくあの子最近入ったんだけどかなり態度悪いんだよね。はあ僕は今からアジトに帰って仲間に連絡するよ。みんな総動員で襲ってくるからさ、逃げるなになんなり頑張ってね。お疲れ様でした。ちょっと悪くないですね、おもろ。どうしよう、悪タイプなかなか厳しいな。見張りに対処できたか。そこを根城にしてるのはスターダン悪組チームセギン。ボスのピーニャはスターダンのまとめ役で BGM 担当でもある。頭が切れるピーニャは宣戦布告にも動じていないはず。下っ端たちでこちらを消耗させてから襲ってくるだろうな。計算高いタイプには成功法で攻めるのがいい。ピーニャが現れるまで下っ端のポケモンたちをひたすら倒していくんだ。準備ができたらゴングを鳴らして大作戦開始、勝ち込んでくれ。なかなかちょっと大変そうですねこれは。なるほど、あそこでゴング鳴らしてってことか。なるほど、ここはちょっともうちょっと待って、じゃあ一旦戻ってあそこのジムリーダーと先に戦おうか。あれ待って、こっちも行けなくなってる、まさか。こっちスターダンがなんかあれしてる。砂漠から行けるかな。あ砂漠行けそう。砂漠行けたわ。待って、あそこまずちょっと休ませてほしい。ここのジム行ってその次に悪弾をやっつけるとか、そんな感じの方がいいかな。カラフシティライドしたいよ。ポケセンはどこだ。結構歩くの。何これ、これ何？え、上に上がれるのもしかして。すごい水車の力ってすげえ。へえ、はいはいはい、新しいシティにやってまいりました。ここかポケセン。ほい、悪タイプなかなか厳しいな。ちょっと全部俺のものがちょっとヤバすぎるな。おい強くなんのかなあれ。なかなか厳しいぞ。ちょっと一旦これ変えないと厳しいかもな。全部俺の、全部俺のがさ、技がヤバすぎる。ゴーストはいいんだけど、驚かすと体当たりしか持ってないからな。ちょっと待って、まあ頑張りますかこれで。よし、ここは水タイプのジムリーダーなんで、次回じゃあ水タイプのジムリーダーを倒し、なんとか倒してそっからですね悪
スター団と初めての対決やってみたいかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録またの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。